ベッサラビアは1806年のロト戦争の結果、ルーマニア人のモルダビア公国領を当時総主権を持っていたオスマン帝国がロシア帝国に一部割上した際に割上した公国東部地方をロシア側が指していった名称である。モルダビア公国の残余部分は1859年、ワラキア公国と同君連合を形成し、1881年に ルーマニア王国となった。1918年、ベッサラビアは革命後のロシアから独立を宣言。第一次世界大戦終結時にはルーマニア王国と合併した。第二次世界大戦初期の1940年、ソビエト連邦はベッサラビアを併合。1941年から44年までのルーマニア占領期を経て大戦末期の1944年。 ソビエト連邦が再占領し、モルダビアソビエト社会主義共和国に再編した。北部と南部の一部地域は、ウクライナソビエト社会主義共和国に組み入れられた。1991年、モルダビアソビエト社会主義共和国は、ソビエト連邦から独立を宣言し、モルドバ共和国となった。ベスサラビアは、ロシア帝国時代における中央ヨーロッパ領土の一。 部分で現在のモルドバのほとんどと現在のウクライナの一部を加えた地域である。基本的に中世のルーマニア側のモルダビアと同一であった。北側と東側はドニエストル側で区切られ、西側はプルート川が流れ、川口付近でドナウ川と合流する。南側は国海に面している。面積はおよそ45,600平方キロメートル。 大部分は起伏のあるステップであり、農業に非常に適している。アタンや石材も産出する。この地域では主に天才、ひまわり、小麦、とうもろこし、タバコ、ぶどうなどが栽培されている。落農も行われている。現在でもこの地域で盛んな産業は農業である。この地域の中心都市は、モルドバの首都である、キシナウ・イズマイール。 ティラスポリ、ビルホロドドニストロフシキーなどがある。他に、行政上、歴史上重要な都市として、ホティン、リプカニー、ブリチェニー、ソロカ、バルツィ、オルヘイ、ウンゲニ、ベンデル、カフル、レニ、チリアなどがある。ベッサラビアという名前は、ワラキアをハンガリーから独立に導き、この地の南部を支配したこともあるバサラブ一族に、由来すると言われる。もともとはこの地の南部、 現在の侮辱に相当する地域を指す名前であり、1484年にこの地の支配権を獲得したトルコ人によって最初に使われた。15世紀から20世紀にかけて、この地はモルダビア、オスマン帝国、ロシア帝国、ルーマニア、ソビート連邦の支配を経て、現在はウクライナ及びモルドバ共和国の領土となっている。 ベスサラビアの地では何千年もの間人間が住み着いていた。紀元前2000年頃にインドヨーロッパ語族の侵入があった。キンメリア人を最初に、スキタイ人、トラキア人の一派のダキア人の順にこの地に住んだ。紀元前7世紀頃、ギリシャ人がこの地に植民地を築き周辺地域と国会貿易を行っていた。紀元前1世紀。 ブレビシタによるダキア人の王国が最初に国としてベスサラビア全体を領土に収めた。彼はガイウス・ユリウス・カイサルと同時大臣であった。その後国家は細かく分けられて、再統号は一世紀のデケバルスの王国によってなされた。この国は106年にローマ帝国に敗れたがベスサラビアはローマ領とはならず、ダキア人はローマ人の支配に抵抗した。 ローマ人はスキティア地方を守るためにベッサラビアの南方に土壁を築いた。ローマ帝国によるダキア地方のローマ化で人々はラテン語や慣習を身につけていった。ラテン文化やラテン文字はベッサラビアを含む古代ダキア人の地を支配していくように広がっていった。270年にローマはゴート人やカープ人の侵入のためにダキアから軍隊を引き上げ始めた。 ゲルマン民族に属するコート人は、ベッサラビア南部のブジャク地方を通過し、ローマ帝国に押し寄せた。地理的な位置とステップという地形的特性により、5世紀以降フン族、アバール人、ブルガール人など多くの遊牧民族の侵略を受けた。しかし、ローマ人は居残り、主に羊飼いや農民となり、騎馬戦士などが侵入してこない地に住み着くようになった。 ローマ人の影響は567年まで続くことになる。3世紀から11世紀にかけて、この地には、ゴート人、フン族、アバール人、スラブ人、マジャル人、ペチェネグ人、クマン人、モンゴル人などの侵入が相次いだ。ベッサラビアには、他の異民族が押し寄せると解体してしまうような、短命の国がたくさん起こった。不安定な国家状態と民族の集団移動が、 この数百年間の時代の特徴であり、後世では暗黒時代と呼ばれる。このような状況が集結するのは中世になってからである。ベッサラビアにおいては6世紀までにスラブ人が領土を形成し定住した。彼らの軍隊は小規模だが強力な騎馬戦士の集団であり、痕跡を残さずに移動することができた。561年、アバール人が侵入し、 支配者であったメサマーを処刑した。582年には、ブルガール人のクトゥルグル族が、ベッサラビア南部及び、ルーマニアのドブロジャ北部に住み着いた。彼らは後にはジャル人の脅威から、ブルガリアのモエシア地方へ移動し、初期ブルガリアを形成した。7世紀には、トラキア人のベシ族が移住した。7世紀以降ハザール国が、東方のカスピ海北岸に起こり、 異民族の侵入が衰えたことから、ようやくこの地に大きな国家を形成することが可能となった。9世紀から13世紀にかけて、ベッサラビア北部はボロホベニ、南部はブロドニチという国に属していた。これらはブラフ民族の国で中世初期に成立した。また、タタール人の侵入時に山岳地帯へ逃れなかったグループで中世後期の歴史書にティゲチ、 共和国と紹介されているものがある。この国は、ベッサラビアの南西部、現在のカフル付近に位置している。異民族の侵入で最後の大規模なものは、モンゴル人とタタール人の侵入であり、1241年、1290年、1343年に起こった。1390年代に追い出されるまで、彼ら異民族の小さな集団が、 今日のオルヘイ周辺に住み着いていた。モルダビア公国時代のベッサラビア1343年にモンゴル人に敗北した後、この地はモルダビア公国に編入された。この国は1392年までにチェタテアルバとチリアの要塞に支配権を確立した。東側の国境はドニエストル側である。14世紀後半にこの地の南部が数十年の アイダワラキアの領土となった。ワラキアの代表的支配者がバサラブと呼ばれ現在のこの地の名前のもととなっている。15世紀にこの地域のほとんどがモルダビア公国の領土となった。ステファン大公が支配していた1457年から1504年までの約50年の間に彼はオスマン帝国やタタール人などから32回も勝利を挙げ敗北はたった2回であった。 勝利の後に彼は戦場の近くにキリスト教の修道院や教会を建てた。このような戦場、教会、要塞都市の多くはベッサラビアにある。1484年にトルコ人が侵入し、チリアとチェタテアールバを攻略し、ベッサラビア南部の海岸戦争用に地域に分けてオスマン帝国に併合した。1538年にモルダビア公国の一部分だったベッサラビアは、 オスマン帝国の影響下に置かれることになる。1711年から1812年にかけて、ロシア、オスマン帝国、オーストリア間の戦争においてロシアはこの地を誤解、占領した。1820年から1846年にかけて、ガガウズ人が長年のオスマン帝国の圧政に耐えかねて、ドナウ経由でロシアへ移住、ベッサラビア南部に定住した。 ノガイオルダのトゥルク語族もまた16世紀から18世紀にかけて無弱に住み着いた。しかし1812年までにほとんどが追い出されてしまった。1856年からベッサラビアからのハガキ。1812年3月28日、ロト戦争の結果として締結されたブカレスト条約により、オスマン帝国はモルダビア公国の東半分を ロシア帝国に割上した。この地はその時にベスサラビアと呼ばれた。この年以前においては南側の一部を占める部分の呼び名に過ぎなかった。1814年、最初のドイツ人移民が到着し主に南部に住み着いた。また、同地域にはブルガリア人も定住するようになり、ボルフラードなどの町を建設した。 クリミア戦争終結後の1856年パリ条約締結により、ベッサラビア南部の2地域がモルダビア公国に返還され、ロシアはドナウ川への進路を失った。キシナウを含む多くが国境地帯となった。1859年にモルダビア公国とアラキア公国が同君連合を形成し、1866年立憲君主国を経て、 1881年、ルーマニア王国となった。ルーマニア独立戦争が、ロシアの支援のもと1877年から1878年にかけて行われた。この時、ロシアとルーマニアの間で結ばれた同盟条約において、ロシアはルーマニアの領土を尊重し、戦後ルーマニアの領土に干渉しないことを約束したが、戦後に開催されたベルリン会議では認められず、 ベルリン条約により、ベッサラビア南部は再び、ロシアに併合された。1903年4月6日、ベッサラビアの首都キシニョフにおいて、ポグロムが行われた。これは20世紀において、ユダヤ人に対する最初の国家的行為で、47人、内市は49人のユダヤ人が殺され、92人が負傷し、約700軒の家が破壊された。 1917年のロシア革命後、ルーマニア人民族主義者の活動がベッサラビアにおいて進展し始めた。同年10月のロシア革命の混乱が広がると、ベッサラビアに評議会が設立され、120人がベッサラビアから10人がトランスニストリアから選出されたが居住している。1918年1月14日、 第一次世界大戦のルーマニア前線から二つのロシア軍師団が撤退する間にキシニョフがロシア軍に占拠された。キシナウエキ占領事件も参照ルムチェロド委員海戦線、国会艦隊、オデッサがベスサラビアにおいて最高機関であると宣言した。ルーマニア人の評議会は軍隊を召集することができず、ルーマニア政府に援助を求めた。 1>, 1月16日ルーマニア軍はキシニョフを制圧し、続いてドニエストル川沿いのベンデルも制圧。こうしてソビエトの支配は3日で終わった。ルーマニア・ベッサラビアの統一宣言10日後の1918年2月6日、ルーマニア人の評議会はモルダビア民主共和国としてベッサラビアの独立を宣言した。しかし、ルーマニア王国をはじめとするドイツ帝国、 ウクライナ人民共和国、ボルシェビキロシアら周辺共国による分離交和合意の調印から、モルダビア国民は次第にルーマニアとの連合を強く望むようになっていった。これに促される形で、議会はルーマニアとの連合の氷結を問う姿勢を固めることとなる。だが、その最中の2月26日、ルーマニア王国軍がモルダビア首都の岸南へ侵攻するという事態が、 発生する。1918年4月9日、ベッサラビア議会において、ルーマニアとの統一を問う投票が行われ、賛成86票、反対3票、危険36票で統一が可決された。この統一連合は、パリ条約で承認されることとなり、その日にキシナウを含むベッサラビア地方がルーマニアに併合された。 ベッサラビア領有機のルーマニアボリシェビッキによるベッサラビア暫定政府は1919年5月5日にオデッサに設立された。1919年5月11日、ロシア社会主義ソビエト共和国の自治領としてベッサラビア社会主義ソビエト共和国の成立が宣言されたが、1919年9月、ポーランド軍とフランス軍により阻止された。 しかしながら1922年、ロシア内戦における、ボリシェビキの勝利の後、ウクライナ社会主義ソビエト共和国が成立。1924年、ウクライナ領であるドニエストルカワイ島の一部地域が、モルダビア自治ソビエト社会主義共和国として、成立を宣言した。1920年パリ平和会議の時、ルーマニアとの統一は、アメリカ、フランス、イギリス及び、 西欧諸国に承認された。しかし、ソビエト連邦だけは承認しなかった。1939年8月23日、ドイツとソビエト連邦の間で、モロトフリッペントロップ協定が調印された。表向きの内容は、ドイツとソビエト連邦の不可侵条約であったが、付属する秘密議定書の第3条には、ベッサラビアを、 ソビエト連邦の勢力範囲とすることが定められていた。1940年6月26日、議定書の条件に基づき、ソビエト連邦はルーマニアに対し、ベッサラビアとキタブコビナの割上及び軍隊の4日以内の撤退を要求する、最後通帳を出した。両地域合わせて、広さ5万1000平方キロメートルに及び、人口は375万人で、内大部分は、 ルーマニア人であった。二日後、ルーマニア政府は軍隊の撤退を開始した。ソビエト軍はベッサラビアに侵駐し、ベッサラビアをソビエト連邦に併合、モルダビア自治共和国とウクライナソビエト社会主義共和国に分割した。ベッサラビアの北部及び南部地域はトランスニストリアと領土の交換がなされた。この地域は領土交換前には ルーマニア人が大部分を占め、その他ウクライナ人とドイツ人で構成されていたが、今日ではウクライナ人とロシア人が大部分を占める。ソ連占領後のベッサラビアから鉄道で他国へ移住するベッサラビアドイツ人たち。1940年撮影。ソビエト連邦への支配権の移行に伴い、多くのベッサラビア人は処刑されるか、シベリアやカザフスタンへ強制移送された。 1940年8月2日、新たな領土を加え、モルダビア自治共和国が、モルダビアソビエット社会主義共和国に再編。同年9月、ベッサラビア在住のドイツ人住民は、ドイツ国内へ再定住するよう申し出を受けた。ソビエト連邦の抑圧を恐れ、約9万3千人のドイツ人住民のほとんどがこの申し出に同意した。そして大多数の住民は、ドイツが、 ポーランド侵攻により新たに併合した地域に再定住した。再定住を拒否した場合、赤軍に殺された者も多かった。1941年6月22日、バルバロッサ作戦により、ルーマニアを含む通軸国の軍隊のソビエト連邦への侵攻が開始された。ソビエト連邦はベッサラビアからの退却の際に焦土作戦を採用し、 輸送可能な物資をすべて鉄道でロシアに輸送した。7月の終わりには1年間に及ぶソビエト連邦の占領期間の後、ベッサラビアは再度ルーマニアの支配下に戻った。ルーマニア兵は再占領作戦の途上、ベッサラビア在住のユダヤ人に対しポグロムを開始し、数千人の死者を出した。ヒトラーのユダヤ人絶滅政策は1940年当時は、 解放とみなされていたため、ソビエト連邦と手を結んでいるとされた、ユダヤ人は憎悪の対象となった。同じ頃、ナチス親衛隊のアインザッツグルペンが、スパイ、破壊活動家、共産主義者等の口実のもとに、ユダヤ人を処刑した。約20万人のユダヤ人が、ゲットや強制収容所に入れられた後、1941年から42年にかけて、 ルーマニア占領下のトランスニストリアまで死の行進をしたと言われる。数年間の比較的平和な期間の後、独ソ間の戦線は1944年にはドニエストル側まで後退した。8月20日、90万人の赤軍はヤッシーイコールキシニョフ構成に転じた。ソビエト連邦は2方面の攻撃により、5日のうちにベッサラビアを制圧した。 1942年から43年のスターリングラード攻防戦での敗北の後再編成された約65万人のドイツ第6軍はキシニオフとサラータでの戦闘において全滅した。ルーマニアはソビエト連邦の勝利を受けドイツとの同盟を解消し前線はルーマニア衛に転換した。1944年8月23日 対独同盟に固執したルーマニア指導者のイオン・アントネスク元帥は退陣、逮捕され、ミハイ一世が復位した。ソビエト連邦時代のモルダビアソビエト社会主義、共和国1944年、ソビエト連邦は、ベッサラビアを再併合、また1947年ルーマニアのブカレストに、新祖共産主義政権を樹立し、1958年までルーマニアを占領した。 占領下のルーマニア政権は、ベッサラビアとブコビナの領土問題をソビエト連邦に提起することはなかった。ルーマニアソビエト連邦関係におけるベッサラビアも参照1969年から1971年にかけて国民愛国戦線という秘密結社が、キシにオフにおいて数人の青年知識人を中心に組織され、メンバーは100人を数えた。 彼らは、モルダビア民主主義共和国の建設と、そのソビエート連邦からの離脱及び、ルーマニアとの統合に向けて戦うことを誓った。1971年12月、ルーマニア社会主義共和国の国家保安委員会委員長のイオン・スタネスクから、KGB 議長、ユーリアンドロポフへの情報に基づき、アレクサンドル・ウサティウク・ブルガル、ゲオルゲ・ギンプ、 バレリュー・グラウルの3人の国民愛国戦線指導者、及び北ブコビナの秘密結社の指導者、アレクサンドル・ソルトヤンヌが逮捕され、長期の刑を宣告された。ソビート連邦の弱体化を受け、1988年2月、キシニョフで最初の未認可デモが行われた。民衆は連邦政府に敵対的になり、ロシア語に代わり、モルドバ語を公用語とするよう要求した。 1989年8月31日、4日前の岸にオフにおける60万人規模の大規模なデモ行進の影響を受け、モルドバ語がモルダビアソビエット社会主義共和国の公用語となった。1990年、最初の国会議員選挙が自由選挙で行われた。候補者に野党も含まれていたが、勝利したのはその野党だった。フロントゥルポプラルの指導者の一人、 ミルチアドルクによる政府が組織された。モルダビアソビエト社会主義共和国はソビエト社会主義共和国モルドバとなり、後にモルドバ共和国となった。1991年モルドバ共和国が独立。国境線は1940年8月2日のモルダビアソビエト社会主義共和国成立時からほとんど変更されていない。 第二次世界大戦以前の人口構成は主にモルドバ人、ウクライナ人、ブルガリア人、ドイツ人、ガガウズ人、ルテニア人、ユダヤ人からなっていた。このうちの多くはモルドバ人であった。1817年ロシア国勢調査1856年、ロシア国勢調査1897年ロシア国勢調査1930年、ルーマニア国勢調査。 ありがとうございます。